はい、ご紹介ありがとうございます。DBCLS から来ました小野弘正と申します。ですね、先ほどの回に引き続きまして、この講習会のページに皆さんたどり着けていますか。ここから私の回はですね、先ほどの回よりもさらにハンズオンでやる感じになってますので、こちらたどり着けてない方もしいたら早めに手を挙げてください。それで、資料がですね、このページの下の方に行きまして、ここにプログラムが出ておりますけれども、この、講習資料はこちらというところにリンクがありますので、ここから行っていただくと、またちょっと同じページがあってですね、ここが資料の置き場になっております。で、下の方に行きまして、10時半から12時半の会があります。ここですね、ここはリンクになっておりますので、ここを開いていただくということになっております。そうするとこのようなページが開くと思いますが、ここまで大丈夫ですかね。パッパッパッと来ちゃいましたけど、ここにある下にこうスクロールしていただきますと、これが今回の全部の講習の資料になっておりまして、お手元に印刷したものがありますけれども、ほぼ内容一緒です。一部ちょっと内容をですね、アップデートした部分がごく一部あるんですけど、体制には影響ないと思うんですけど、なっております。で、基本的にはこれを見ながら あるデータベースを開いて、実際にハンズオンで皆さんに手を動かしてもらうというふうな形になります。で、お手元の資料も全く同じ内容が書いてありますので、どちらを見ていただいても構わないです。画面に表示して両方並べてみた方がやりやすいのか、お手元の資料を見ながら画面を見た方がいいのかっていうのは、スタイルは自由で構いませんので、お付き合いください。よろしいですか。大丈夫ですかね。はい、ちょっと私も失礼してよっこしょ。はい、ということで、お題がですね、こういうことで、生物学的解釈をするために、遺伝子発現のデータベースですとか、いわゆる解析ツールをどう使っていくか、よくこういう遺伝子発現データベースの使い方とかウェブツールの使い方をやってくださいなんていうことを言われるんですけど、やっぱり一番の肝はですね、こういうことなんですよね。生物学的にそのデータなりをどう読み解いていくか、生物学的な文脈でどういう解釈をして加えていくかというところが、一番肝なのかなというふうに思いますので、ここに主眼を置いてですね、この、約2時間ですね、お付き合いいただければなというふうに思います。で、私はですね、もしご興味ある方はここにリンクを貼っておきましたので、どんなことをやってきたかっていうのをちょっと書いております。で、私ももともとウェットバイオロジストというか、実験系の普通に、研究者でしたというか、はい。で、そっちにバックグラウンドがありまして、で、いろいろ経緯があってですね、こういうデータベースのセンターに今いるんですけれども、まさにそういう、バックグラウンドを生かしてですね、じゃあ実際にどうやって使うと現場の実験研究者の方がハッピーなのかというところをですね、考えながら取り組んでいるところであります。はい。ということで、ですね、バーッと読んでいただいて、で、あと今回これ2時間でですね、時間いただいてるんですけど、これやりだすと、結構キリがないというか、いろいろたくさんやることはあるんですね。あるんですけど、時間の限りもありますので、今回は一応ダイジェスト版という形になろうかと思いますが、もうちょっと突っ込んでですね、やりたいという場合に、去年のですね、5月にお茶の水の、東京医科歯科大学で、これはですね、前半3時間、後半3時間みたいな形で6時間ぐらいかけて、
やったような講習があるんですけど、それの後半部分にあたるもの、今回はその前半部分にあたるところをやるわけなんですけども、その部分っていうのも実は同じような形で講習資料がすでに用意されてありますので、まあ、ちょっと今日の内容で物足りないというような方いら、まあ、それは非常に理想的なんですけれども、いらっしゃればですね、この辺当たっていただければなというふうに思いますので、ここにリンクをしてございます。はい、ということで今日のやることの概要ですが、ここに書いてある通りでございます。本講習は誰でも自由に使うことができるデータベースとかウェブツールを使って、まあ、まず一つ目はですね、その個々の一個一個の遺伝子 A について、そのじゃあ遺伝子 A が、どういう遺伝子発現をしているのかなんていうのは、まあ、いろんな研究の側面で局面でですね、調べたいなとか見てみたいなっていうような場面が出てくると思うんですけれども、まあ、そんなようなのはどうやって調べるとまあ一番いいのかなっていうようなところをですね、実際のデータベースを使いながら、その基礎知識として学んでいただこうというふうに思います。でもう一つ大きな柱はですね、もうちょっとその大規模な、いわゆる大規模発現解析なんてよく言うんですけれども、1個2個とかそういう人間の目で数えられるレベルではなくて、100個とか1000個とかぐらいの、そういうちょっとなかなか目で見切れないような部分の、例えば遺伝子のリストがじゃあ実験で出てきました、マイクロアレの実験で出てきましたよとか、 NGS の実験で出てきましたよなんていう場合に、じゃあその後にですね、そのじゃあ100個なり1000個なりの遺伝子がどういう、例えば実験のデザインがもちろんあるわけですけども、その実験デザインを経てそれが出てきたということはどういうことなのか、どういう生命現象と関係しているのかっていうところを、これはこう人間が考えなきゃいけないわけなんですけれども、まあ、そこをですね、機械の力をちょっと借りてですね、データベースの力を借りてですね、解釈をしていくと、まあ、そういうようなやり方をですね、実際の生のデータを使いながらやって、で皆さんに実際に考えていただいて考察をしていただいて、で自分なりの答えを今日見つけてもらうと、そういうところまでセットでやっていきたいと思います。で流れについては、まあ、今の2本の柱をベースにやっていこうと思っています。はい、で講習に際してということで、これはいろんなところで言ってるんですけども、今日ですね、非常にありがたいことに50名以上の方のご参加をいただいております。でこう書いてあります、まあ、よくあることなんですが、みんなで同時にアクセスするとサイトにつながりにくくなりますというふうにありますけれども、これそうなんです。もう今は2016年ですけれども、いまだにこういうことはあるわけなんですね。皆さんがよく使われる Yahoo ですとか Google とかのサービスについてはそういうことはない、まあ、ほぼないんですけども、やっぱこういう、まあ、我々の、まあ、DBCLS の提供のサービスですとか、あと、まあ、NCBI とか皆さんよく使われますよね、 PubMed とかなんかもあるんですけれども、あの辺のサイトって実はそんなにその大量に一気にアクセスされて耐えられるようなこのサーバーの設計がされていないというようなところがありまして、我々のサイトでいうとですね、つながりにくくなるだけで済むんですけれども、例えば NCBI にですね、授業で学生さん100人にじゃあパブメド検索で検索しろなんつって一斉にこう端末室でですね検索をかけると、まあ、繋がらなくなるだけならいいんですけど、その大学からアタックが来たと認識されてですね、アクセス禁止になるんですね、悪禁ってやつですね。そうするとね、授業1日ぐらい繋がらなくなる場合があって、他の研究室から怒られるっていうことがまあまあありまして、ね、はい、そんなことあるかよなんて思われるかもしれないんですけど、我々の経験長いですので、こういうことはよくあります。はい、なので、まあ、そういうことなんで、まあ、でもやらなきゃいけないことはやらなきゃいけないので、まあ、一つ対処法としてはですね、私の資料をこう全部初めから最後まで全部書いてますので、まあ、私今こうやって脳書きをいろいろ喋ってるんですけど、まあ、よくわかるなという方はもうどんどん先に進んでいくと、先にもう行ってもらってどんどん課題をこなしていってもらうと、まあ、つまりはその時間差を作ってですね、一気にアクセスするとまずいんですけど、少しずつポツポツポツとこうアクセスしていくと、そんなにサーバーの負荷としては高くないので、
一気にみんなでクエリをね検索とかでこうバチッとかって30人ぐらいバチバチってやるとちょっと大変なことになるということだけ覚えておいてください。まあそうは言ってもですね、まあ、みんな一斉にやりたいというところなんで、まあ、サイトの反応が悪い時っていうのはあるんですね。サイトに繋がらなくなるちょっと前はなかなかこう検索結果が返ってこないとかそういうことがあるんですけど、まあ、タイミングをずらして実行していただくか、反応がないからっつってですね、こう何度もクリックする方がいらっしゃるんですね。そういう連射をするゲームではないので、もしそうなった場合はちょっと落ち着いてですね、おおらかな気持ちでちょっと待っていただければなというふうに思います。であとは、今回再三申し上げた通り、ハンズオンでやっておりますので、私が動かしている画面と違う画面に行っちゃったとか、あとなんでそうなったのかわからないとか、まあ何でも結構ですので、もし分かんないところがありましたら、挙手にてスタッフにお知らせください。後ろの方にですねスタッフおりますので、私の方からもこう見たら助けてくださいっていうことでヘルプを出しますので、遠慮なくですね手を挙げてください。これで実はこれアンケートってあるんでしたっけ、はい、ですよね、はい、でアンケートであれですよ、私の会の話が分かんなかったとかって書かれちゃうと困っちゃうので、まあ、別に困ることはないんですけど、ね、分かんなかった書く前にちょっと手を挙げていただくと分かることって結構あるんですよ。なので恥ずかしがらずにですね、そのための講習会に今日、ね、貴重な皆さんの時間をいただいて来ていただいておりますので、まあ、そういう感じで気楽にですね取り組んでいただければなというふうに思います。はい、それで受講前にアンケートをいただいてちょっとお願いしていたんですけれども、どうもありがとうございました。で54名の方にご回答いただいて、で私2問ちょっと皆さんに聞いたんですけれども、まず統合 TV を知っていますかということで、先ほど箕輪からも説明があったんですけれど、この後に紹介しますけれども、こういうデータベースやツールの使い方を動画で紹介するというサービスをもうかれこれ7、8年やっておるわけなんですけれども、こういうウェブサイトがありまして、DBCLS のトップサービスの一つとなっております。ありがたいことに、はい、ということで、まあ、割と我々も知名度が出てきたかななんていうふうに思っていたんですけれども、今回この群馬大学医学部でやるというところで参加者に聞いたところですね、なんと知らない方がなんと6割近いと、半分以上の方がなんだそれということなので、やはりこういういろんな大学で我々こういう講習会をやってるんですけど、まあ、まさにまだまだこう全国を暗挙してですね、啓蒙普及活動に勤しまないといけないなというところがあります。なので今日もし知らないという方はぜひ知って帰っていただいてですね、まあ、便利だなと思ったらぜひ使っていただければ、ご活用いただければなというふうに思います。であとそうですね、使ったことがあるっていう方も、まあ、10% 程度なので、まあ、ほとんど多くの人は、まあ、なんか聞いたことあるなとか、なんか知ってるよぐらいの方含め8割近い方、会場の8割近い方はですね、あんまよく知らないということなので、ちょっと丁寧に説明をしたいと思います。であと2番目はこれ今回のそのいわゆる生物学的解釈をするためにじゃあどうするかっていうところで、まあ、皆さんの今のご自身のご研究のそのスタンスみたいなところをちょっと聞きたいなというふうに思って、こういうことを質問したんですけど、まあ、数十数千からなる遺伝子リストのようなものを何か持ってますかということなんです。これ非常に興味深い結果で、およそもうご覧の通りですね3割ずつぐらいに分かれたというふうになってます。まあ、これから実験をするんだよとか、まあ、したいなと考えてるっていう人も3割いますし、公共データ、いわゆる皆さん自由に使えるパブリックなデータを、まあ、活用したいなと考えてるような人も3割いらっしゃると。あとすでにもう実験をされていて、もうし終わっていて持ってるよという方も3割いらっしゃるということなんで、まあ、さまざまなこういうスタンスというか立ち位置でですね、これから取り組まれていく方がいらっしゃるという前提で今回の話をちょっとしていきたいなというふうに思っています。で大規模発言解析の予定はないという方もいらっしゃるんですけど、まあちょっとどんなもんかなと思って見ていただければ幸いです。
それで、ごめんなさい、前置きが長くなっておりますが、まずじゃあ統合 TV についてちょっと簡単に紹介をしたいと思います。あのウェブサイトはこちらから飛べますので、皆さんのブラウザでもこのリンクをですね右クリックしていただくと、あの新規タブで開くみたいなのが、これごめんなさい今 Mac なんですけど Windows でも同じようなものが出ると思います。でこれ新規タブで開いていただいた方がこの講習会のページが残ったままこちらにこんな感じで出ますので、またいちいちねこれ検索して戻るのも大変だと思いますので、まあ、こんな感じであの外部リンクがある場合はですね、あのやっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。で、ご覧になっているようなあのインターフェースになっています。はい。であのここにまあ検索のキーワードを例えば何でしょうね、パブメドとかってこう入れるとパブメドに関係するパブメドセントラルの使い方、これはあのあれですね、全文がフリーで読めるパブメドをパブメドセントラルとかってこう彼らは分けてるんですけど、まあ、これの使い方とか、あとは文献検索の基本、まあ、これは多分どの分野の、ね、方でもパブメドは使ったことあると思うんですけど、まあ、例えばこういうようなのを動画で見るというようなことができます。でまあ皆さんはもうパブメドはもう知ってると思うんですけど、これどういう局面で使うとまあいいかなという一つモデルケースは、あのやはり、まあ、ここも大学ですので新入生っていうか新しくラボに入ってくる学生さんがやっぱりいらっしゃるわけじゃないですか、まあ、そこにですねあの皆さんご研究で忙しい中ですね、あのパブメドの使い方を教えてくれとか教えてたらちょっと大変じゃないですか。なので、まあ、こういう動画教材のサイトがあるんだよということを覚えてさえ言っていただければですね、あの4月とかあのこう新入生がいっぱい入ってくるときにパブメドセントラルの使い方のこの動画を見ていただいて、で使っていただいて、で分かんなかったら私に聞きなさいと、というとお互いハッピーですよね。あの我々とかその指導する立場の人が自分の時間を取られるんですし、まあ、学生さんもやっぱりいきなりね先生に聞くのはちょっとね忍びないみたいなところがあるので、まあ、お互いこうハッピーかなと、まあ、そんなような使い方が一つ想定されるかなというふうに思います。でこのインターフェースの他にですね、あの YouTube にも同じものが全く同じ動画が上がっております。あ、間違えた、ここですね。そうすると、まあ、どちらで見ていただいても構わないんですけど、まあ、YouTube はもう皆さん使いこなされてると思いますので、まあ、この YouTube のインターフェースで見た方が使いやすいわなんていう場合はですね、こちらから見ていただいても、あっとそうなんです、音がちょっと出るんですね、チャイムが鳴ります。あ、音出していただいても構わないんですけど、こんな感じになっております。で、一つこの YouTube 版でいいのはこのチャンネル登録っていうのがありまして、これ皆さんやってますかね、チャンネル登録って。これ他の別にあの我々だけのサービスではなくて YouTube のこのチャンネルっていうのがあるんですけど、あのここに登録しておくとあの更新情報がなんかメールでくれたりするんですよね。なので、まあ、もしちょっとずっと追っかけておきたいなとかってい いうふうに思っていただけた場合はですね、この辺あの YouTube のアカウント、 Google のアカウントでチャンネル登録をしておくと良いというふうに思います。それがここですね、 YouTube チャンネル登録をすると更新情報がメールで届きますと書いてあります。でこれは説明しましたね、はい、で今1000本を超えておりまして、これ YouTube 版だけの統計なんですけど、すでに63万回再生ですね。これちょっとスクリーンショットで撮ったんですけど、このぐらい再生をされております。で始めたのがですね2007年の7月ぐらいなので、さっき7、8年って言いましたけど、もっと 9年ぐらいだったんですね。9年、もうすぐ10年、もう来年で10年ぐらいですかね、になっておりまして、再生時間でいうと2万8000時間。これどのぐらい多いのかちょっと少ないのか分かんないですけど、先月、2016年5月だけでですね、1万4000回で、再生時間は1100時間。まあ、ずっと見続けて47日と7分みたいな、まあ、そういう感じであの世界中で、まあ、まあ日本のユーザーがもちろん多いんですけど、あのこのぐらい見ていただいてると。でこれあのサービス開始からのこう統計なんですけど、
おかげさまで順調に右肩上がりにこう上がってきておりまして、はい、ご愛顧いただいております。これちょっとまあ余談なんですけど、これちょっと季節性があってですね、結構こう、まあ、右肩上がりに上がってきてるんだけど、こうガタッガタッとこう落ちたり上がったりしてるところがあると思うんですけど、これちょっと、まあ、この 年のこのあれが小さくて申し訳ないんですけど、これですね、4月5月6月ぐらいの春先にねすごく上がるんですね。で、12月ぐらいから非常に落ち始めるんですよ。これどういう季節性かというとですね、なんかわかりますか？先ほど僕ちょっと答えを言ったんですけど、これ学生さんの動き方なんですね。学生さんが4月に入ってくるわけですよ。4月5月6月ってやっぱりこうイントロダクションというか、最初のね、どういう勉強しなきゃいけないかみたいなのを、まあ、みんなデータベース勉強したりとかいろいろするわけで、で研究を進めていって、もう12月ぐらいになると今度こう卒論をまとめなきゃいけないんで、こんな動画なんて見てる場合じゃないんですね。っていうことで、なんか毎年不思議なことにそんな風な感じでですね、冬になると落ち、春になると出てくるみたいな、そういう感じになっておりまして、これを完全に狙ったわけではないんですけど、最初の目論見は少しこう達成できているのかなというふうに思います。はい。で、これが今私が申し上げた、まさにご自身で勉強していただいてももちろん構わないんですけど、講義講習などの参考資料にしていただいても構わないですし、その後輩の指導の教材として自由に使っていただくのも OK ですと。ということになってます。で、この講習中もですね、まさにみんなで一斉にアクセスしてつながらない場合って結構あるんですけど、まあ、そういう場合は統合 TV が同じほぼ同じ内容でですね紹介をしてたりしますので、そちらをちょっと 見ながらですね、ちょっとお茶を濁すみたいな時もありますので、まあ、そんなような使い方、まさに復習として使っていただければいいかなというふうに思っています。で、あとですね、今回遺伝子発現のデータベースを紹介するんですけど、やっぱり遺伝子発現関係のデータベースってたくさんあるわけなんですけども全部は紹介しきれないということで、もし今回のでちょっと違うなというふうに思われた方は、もうちょっと別の統合 TV の、ですね、ここに発現解析っていうタグがここにあります。で、このタグの分類はですね、このちょっと色が上がピンクで下が水色で、さらにその下がグレーになってるんです。これちょっと何ていうんですか、大分類、中分類、小分類みたいな形になってまして、多くの方は特にその個別のものを探したいっていうんではなければ、この上の方の、例えば私たちはゲノムの研究してるからちょっとゲノム見ときたいとか、タンパクの研究してるからタンパク見ときたいとか、あと配列解析これからやろうと思ってるんだけどみたいな、そういう感じで大きな分類をここに集めています。なので、発現解析で言うと、170本ぐらいですかね、170本ぐらいあって、上の方にこういう今回みたいなアジャックスの講習会の過去の資料が全部載っておりますので、ちょっと違うなというような場合はこちらを見ていただいても構わないですし、例えば次世代シーケンサー、今日午後やりますけれども、それ以外にですね、かなり細かい内容でこんな感じで出てたりとかですね。で、下の方に行くと実際の動画がこんな感じで出てきますけれども、ちょっとここを見ていただいて、なんかちょっとそれっぽいのが何かななんていうのを探していただくというのもいいと思います。はい。で、あとですね、で、統合 TV を使って、ちょっとあんまりこれケースとしてあんまりないのかもしれないんですけど、例えばこういう動画を使って何か解析をして引用していただくなんていう場合に、今までこの URL しかなかったんですけれども、この下の方にですね、 DOI ってご存知ですかね、論文とかについてる恒久的な URL、 ここに Wikipedia が出てきますけれども、デジタルオブジェクト識別子といいまして、それのデジタルオブジェクトアイデンティファイヤーということで、で DOI とかって言うんですけど、こういうのをつけまして、これちゃんとですね、こういう発行機関みたいなのがあってですね、そこに申請をして出しております。登録 DOI 登録機関ってありますね、こんなようなところに登録をして
このジャパンリンク、日本だとこのジャパンリンクセンターっていうところなんですけど、ここを経由して、DOI をつけていただいております。はい。なので、ちょっとこれを使っていただくといいかなというふうに思います。で、実はこの統合 TV の動画に DOI がついたっていうのは、日本の e ラーニングってあるじゃないですか。e ラーニングの教材でなんか、日本で初めてらしいです。はい。そういう、ことになりました。で、あとは、で、講習会資料については、先ほどこれもちょっと説明がありましたけど、講習会資料、ここに目的別に検索のところに講習会資料がありますけれども、もうこういう感じで、例えば、なんでしょうね、まあ、こんなの見てみると、これちょっとあれか、資料がないか。なんでしょうね、この辺とか見ていただくと、その講習の実際の動画、プラス、こういう今回の私の説明しているようなこういう資料がこう一緒になっていると。こういう形でバーッと書いてあるわけですね。なので、動画をまあ別の画面で見ながら、この資料を元に皆さんのお手元のマシンのセットアップをしたりですとか、実際に解析をしたりとか、まあ、そういうことが簡単にできるようになっていると。まあ、つまり、ここに来ればですね、その動画だけではなくて、いろんなそのまあ教材、のようなものが全部揃っているよと、まあ、そういう便利なサイトがあるよというような認識で覚えていただければよろしいのかなというふうに思います。でとは言ってもですね、その全ての分野を網羅しているわけではありませんので、当然まだ取り上げてない動画とデータベースツールがもちろんありますので、そういう場合は統合 TV の番組リクエストフォームというのがありまして、トップページから行くとですね、ここに右上に問い合わせ番組用リクエストっていうのがありまして、番組リクエストってのがあります。でここにですね、書いていただくと、どういうデータベースの名前ですよ、 URL はこうですよ、どんなことができますか、どういうふうに使ってますか、なんていうのをまあ自由に書いていただいて、でご自身の名前、匿名でも全然構わないです。でとりあえずリクエストだけして連絡してほしくないっていうんであれば、こちらからも連絡はしませんし、でこれ連絡してもいいよって場合はもうちょっと細かい話をちょっとインタビューしたいっていう場合にこちらから聞くことはあるんですけれども、まあ基本的にツールの名前だけで全然構いません。はい、こういうふうになっております。で最後にこの統合 TV をですね、動画を作ってみたいっていうケースも今、方をですね募集しててですね、これ遠隔地で外注ベースで実はやってます。今ちょっと我々がですね、もともと東京の根津に東京大学の中にオフィスがあったんですけど、まあもろもろあってですね、柏の葉キャンパスっていうところ と、三島の国立遺伝学研究所っていうところに2つちょっとオフィスが移転しまして、でこのメインのスタッフ、私も含めてなんですけど、三島にチームが移動したというところがあって、なかなかもともとですね、東京大学のところにいたんで、割とこう東大の学生さんですとか、まあ、近郊の大学の学生さんがちょっと勉強がてら作ってみたいとかっていうので、結構最盛期はですね20人ぐらいなのかな、20人ぐらいいたんですけど、やっぱりなかなか国立遺伝学研究所三島まで新幹線で東京で1時間ぐらいかかるんですけど、まあ、そこまで来るとなるとなかなか人が集まらないということで、まあ、いろいろやりまして、オンラインで、例えば今ほら、いろいろありますよね。スカイプを使ったりとか、いろんな仕組みがありますので、そこでオンラインでこう、進捗を管理して動画を作ってもらって、で、投稿してもらうっていうような感じでやっておりますので、まあ、もし、ラボの学生さんで、例えばコンビニでバイトをしないと生活が苦しいとか、っていうようなもし方がいらっしゃるようであればですね、コンビニでバイトをするよりは、もちろん借金は支払いますので、こんなようなバイトでちょっと考えていただければ幸いです。募集中ですってあるんですけど、連絡先は特にないんですけど、私のところまでご連絡一報いただければ、それかまあリクエストのところで興味があるんですけどっていうことで書いていただければ、また折り返し連絡したいと思いますので、もしいらっしゃったらぜひよろしくお願いします。今、現状でですね6人7人ぐらいのかな、7人ぐらい全国でいろんな、北は北海道、南はどこだったかなぐらいまで
いてですね、遠隔でやっておりますので、ぜひこちらも合わせてご参照ください。はい、ということで、ちょっとこれイントロ的に30分経っちゃいましたけれども、あとですね、今後そのじゃあ実際にこれから講習に入っていくわけなんですけれども、ちょっと予備知識的にこう知っておくといいかなというようなところの、まあ、リンク集みたいな形で今ここに用意してありますけれども、まあ、今回のこの講習内容ですけど、その塩基配列っていうか、その遺伝子の ID とかその辺の話って結構複雑で難しいんですけど、ちょっとその辺は説明してるとキリがないのですっ飛ばします。でちょっと不安だなという方は、去年の9月にですね、またこういうアジャックスでやった内容がありますので、まあ、この辺ちょっとちらっと見ておくと、ID 関係ちょっと不安なんだけどっていう場合は、ちょっとその助けになるかなというふうに思います。であとはちょっと一件かな、リクエストにあったように思うんですけど、実際にじゃあ公共データベースから自分の好きなデータを検索してダウンロードしてきて自分でちょっとやってみたいんだけどっていうニーズももちろんあると思います。でアンケートでもね、3割近い方が公共データを使いたいということだったので、まさにこういうところが当たるかなと思うんですけども、そういう場合はこちらからリンク辿っていただくと、実際にじゃあNCBI の GEO っていうレポジトリ、データのレポジトリがありますけれども、まあ、そこからじゃあどうやってデータを検索してダウンロードして、例えばじゃあ Excel で見られるレベルまでこうどうやって並び替えられるのかなんていうところを少し解説しておりますので、こちらもご参照ください。あとはまあここ医学部なんであんまりいらっしゃらないかと思うんですけど、例えばじゃあ人とかマウスとか以外のなんか非モデル生物って言われるような、あんまりこう情報がないような生物でやりデータ解析したいんだけどっていう方向けにはですね、非モデル生物のデータをこうモデル生物のデータに見立てるなんていうことが、ブラスト検索なんですけど、ブラスト検索をしてですね、こういう ID 対応表を作ることで実現できるというような、割とこう農学部とか理学部とか行くと割とそういう非モデル生物を扱われている方いらっしゃるので、よくこの話題になるんですけれども、まあ、そういう話はこちらから参照できるようになってますので、もしお知り合いとかでいらっしゃったらこちらご紹介いただければなと思います。で次世代シーケンサー解析については午後に基礎知識ということで、基礎知識でもそうですね、3時間4時間ぐらいあるわけですけれども、もうたくさんありますので、まあかいつまんで見るんだったらこの2つあたりがいいかなというので2つ挙げております。でさらにですね、もうちょっともうこれから本腰を入れてラボで NGS 解析をやっていくぞみたいな、だけどあんまり聞ける人もいないっていう場合はですね、これNBDC が主催でですね、もう3年前なんですかね、3年前の夏から始まってるんですけど、NGS ハンズオン講習会っていうのを東京大学の農学部でやっております。で門田さんっていう知る人ぞ知るこの界隈の有名な人がいるんですけど、まあ、その人が講師で1週間、その東京大学農学部に通いなさいと、途中退出は許しませんみたいな、そういうスパルタな先生なんですけど、そういうところに来ていただいて1週間みっちりですね、例えばコマンドラインとかって、ああいうパールとかなんかこう、ああもうダメだみたいな方いらっしゃると思うんですけど、まあ、そういうところの基礎知識から、で実際にチップシーケンスとかRNA シーケンスみたいな発現解析のところまで全部1週間でやっちゃおうっていう、そういうカリキュラムがスタートしています。でこれ2014年8月で、去年2015年8月で、今年の8月にももう確か締め切っちゃったと思うんですけど、またやります。もう来月ですよね、7月の末ぐらいから、2週間ぐらいなのかな、今度なる、やります。でこれもですね、我々協賛してまして、動画撮影したりですとか、TA で参加したりしてやってます。なので今年の分に関してもその動画がですね、統合 TV を通じて皆さんに公開されると思います。でこれ中見ていただくとちょっとびっくりするんですけど、普段の講習会とはわけが違ってですね、延べ50時間ぐらいあります。
これ1本目の動画でですね4時間3時間52分の動画です。で去年の動画から 4K 解像度でご提供しております。 4K 解像度皆さんご覧になったことありますか？あの会場で見るより綺麗です。いや本当そうなんですよ。で今回もあそこのカメラ 4K カメラなんですけど、後ろの方とかはこう見えないですよね、この前のディスプレイなんですけど、あの 4K の映像をあの1ヶ月以内ぐらいに出すんですけど、あのそこに行って見るより人間の目で見るよりも綺麗に見えますんで、あの本当かと思われると思うんですけど、ぜひ見てみてください。例えばこれなんかでも結構大会場でやってるんですけど、あのちょっと今線が細いんで 4K にできないな、 4K にできないんですけど、あの2015どっか行かないかな、 4K 画質、あこれ見れないのかな、ここにあの 4K っていうのが出てきますので、あのちょっとあの線の太いインターネット環境下でやちょっと今やっていただくとちょっと大変なことになるんで、多分出てないのかもしれないんですけど、あのあはい、ちょっとそれで見てみてください。でそうすると何がいいかっていうとですね、この講師がこう喋ってるわけですけど、ここにあのコマンドのこういう画面が出てくるんですけど、講師がどういうコマンドを打ったのかっていうところまでちゃんと見れるんですよね。現場にいるとなかなかこうみたいな感じにこう目をこうしないと見えないんですけど、あの動画で見ると非常にクリアに見えると、まあ、そういうメリットもございます。ので結構あの講習会とかですね、 NGS 勉強したいんですけどとかってこう言われるんですけど、あのその人の本気度が高ければ、もうこれを全部騙されたと思って一から最後まで見ていただくと50時間あるんですけど、逆に言えば50時間でちょっとマスターできると思えば安いと思いません、短いと思いませんか、ね、1年やってもできない人いる中で50時間、まあもちろん50時間で投資で見たからって全部できるわけではないですけど、ある程度エッセンスはそこに詰まってるというふうになっておりますので、本気度が高い、もうこれからもうちょっとこれで飯食っていこうかなみたいな方は、まあちょっと50時間見てもいいのかなというふうに思いますので、ちょっとここにご紹介でした。はい、ということで、すいません、本題に入っていきたいと思います。あと残りじゃあ1時間半ぐらいありますけれども、2本立てでやっていきます。で一個一個の、まずは最初ですけれども、一個一個の遺伝子の発現プロファイルを調べるということで、これ非常に手前味噌で申し訳ないですが、これ DBCLS で、提供しているデータベースをちょっと紹介したいと思います。これあの私が作っておりますので、あのその辺もちょっと二重で、あの手前味噌なんですが、こういうデータ、レフェックスと呼びます、リファレンスエクスプレッションデータセットと言いまして、はい、こういう名前になってます。でこれ何かっていうと、人とかマウスとかラットっていう、いわゆるあのモデル生物と言われるような生物の遺伝子発現のデータって、まあ、パブリックデータベースにたくさんあの自由に皆さん使える形であるんですけど、あることは皆さん知ってると。なんですけど、じゃあ実際にあの実験生物学者が見たいレベルっていうのは、つまりじゃあどういうサンプルでどのぐらいこの遺伝子が発現しているかとか、他のサンプルと比べてどのぐらいこう発現量が違うかなんていうのが見れればいいんですけど、なかなか生データがバーンって置いてあっても、実際にそれをじゃあ自分のところにダウンロードして、正規化の処理をして、で Excel で並び替えてグラフを書くと結構大変じゃないですか。なのでそこのところをまあ我々の方であらかじめやっておいて、ボタンをポチ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 クリックをしていくだけで、ある例えば A っていう遺伝子がどういうサンプルでこのぐらい発現をしていましたよっていうのが分かるだけでも非常にハッピーなんじゃないかというところの発想で始めたサービスです。でこの名前なんですけど、この REFEX っていう読むんですけど、これあの NCBI に REFSECとかって言うんですけど、レフ、あのセックっての配列のセックですね、レフセックっていうデータベースがあります。でこれ非常に高精度で非常にまあ有名な、まあ、皆さん例えばプライマーを作る時とかによく使われるんじゃないかな、まあ知れず知れず使ってるじゃないかと思うんですけど、例えば NM のなんとかなんとかとかっていう ID がついてるデータベースがあるんですけど、あれの発現版になりたいなと。なんでレフEX エクスプレッションですねっていう、まあ、そういうちょっと名前の由来でございました。
で、これは何かっていうと、遺伝子発現を調べる方法って、まあ、もちろんマイクロアレンですとか RNA シーケンスだとかが、まあ、すぐ出てくるわけなんですけれども、まあ、それ以外にも例えば昔ながらシーケン、あれですね、サンガーシーケンスの頃から出てきてたそのエクスプレスシーケンスタグとか EST とかっていう方法とか、まあ、あとこういうジーンチップっていうアフィメトリックスのマイクロアレンですとか、あと最近のテクノロジーというところの、シーケンスする NGS 解析をするような RNS シーケンスとか KG とか、まあ、そういうような違う4つの方法をですね、によって得られた例えば正常組織ですとか初代培養細胞ですとか、あと細胞株、がんの細胞株とかありますけど、まあ、そんなような遺伝子発現データをですね、まあ、使えそうなやつをさらってきてですね、でそれをこう横で比較ができるように我々の方で並び替えていると、まあ、そういうようなサイトになってます。で最近ってありますけども、去年なんですかね、まあ、去年ぐらいにですね、理研、横浜の理研理化学研究所でファントム5っていうプロジェクトがあって、これケージっていう転写開始点からこうシーケンスをしていくっていう方法で発現のデータを取ってるんですけど、まあ、そのこのプロジェクトの目的がそのいわゆるトランスクリプトを全部読もう、読める限り全部読もうみたいな、そういう非常に野心的なプロジェクトで、人で556種類、マウスで286種類っていう結構多い、結構というかかなり多い種類のですねサンプルを網羅的に読むというようなデータが出ています。でこれファントム5のデータサイトに行くとですね、生データも落とせますし、彼らのビューアーで見ることもできるんですけど、割とこのプロジェクトの主眼がですね、その転写因子とか転写活性を割とフォーカスして解析しているものですので、なかなかちょっとその転写因子屋さん以外が見てもちょっと分かりにくいっていうようなところもありまして、私が見てもちょっとみたいなところもあったので、まあ、それを我々の提供しているレフェックスで、まあ、簡単なクリックベースで検索できるようなところに落とし込んで入れているというところがあります。で掲載しているデータ、オリジナルデータについてはこちらに掲載がありますので、もし気になる方いらっしゃったら見てみてください。で最近ですね、このレフェックスで、使っているデータを実際に論文に引用していただいたっていうケースもいくつか出てきてまして、まあ、その辺この辺に貼ってますけれども、このデータは自由にですね、先ほどクリエイティブコモンズっていう話がちょっと先ほど箕輪から出てたと思うんですけど、もう全てそのライセンスで提供してますので、どのように使っていただいても構わないです。そのデータがレフェックスに載ってましたっていうところだけ書いていただければ、もちろん再編しても構いませんし、書き換えていただいても構わないというふうになっています。で簡単に、まあ、4つこうポチポチで書きましたけども、このツールでできることとしてはこのような4つがあります。で、まあ、ちょっと字だけ見ててもちょっとよく分かんないと思うので、これ実際に使っていきたいと思います。それではレフェックスを使って組織特異的遺伝子を検索するということで、もう先に始めてる方っていますかね。これがちょっと結構ね、みんなでやると落ちるケースがあるので、ちょっと大丈夫ですかね。ダメだったら言ってくださいね。はい。ちょっと私今ネットワーク的に違うところにいるので、私の方は普通にこうやって出ちゃうんですけど、皆さんは大学のネットワークにぶら下がってるので、もしかするとトップページぐらいは出るけど検索し始めていくとどうかみたいなところがあるかもしれませんが、まあ、そういった場合はちょっと早めに教えてください。でこれがトップページです。で、非常にシンプルに作ってあります。で、まあ、キーワードで検索してもよし、あとこれ後で出てきますけど、組織特異的に発現する遺伝子を見るとかっていうのもできますし、まあ、こういう機能別に遺伝子のオントロジー別に、例えば転写因子のグループだけ見たいよとか、あと遺伝子ファミリーだと例えば受容体だけ見たいよとか、まあ、そんなようなことができるようになってます。あと染色体検索、まあ、基本的にもうやっぱり一番目立つのはこの組織特異的に発現するっていうところなんですけど、こういうこれが一つ特色です。なので、組織特異的に発現する遺伝子を見るというところで、ちょっとじゃあ最初、肝臓をやってみたいと思います。肝臓ここにあります。
こんな感じでマウスオーバーするとですね、これあの10個のメジャーなグループに今分かれてまして、トータルすると全部40個中に入ってます。それぞれ似たグループでこんな感じであのグループ分けされてるんですけども、こんな感じになってます。はい、なので肝臓です。今回は肝臓を押します。そうすると検索結果一覧が表示、今3番に来ましたけれども、検索結果一覧が出てきますけれども、まあ、ここではですね、いろいろソート項目を切り替えたりですとか、こんな感じですね、ソート項目を切り替えたりですとか、こういう絞り込みができるようになってます。これはちょっと後で紹介をしたいと思いますので、まあ、そんなもんなんだなとちょっと思っててください。で次4番に行きますけれども、個別の遺伝子が出てきてますけれども、その青い字の部分をクリックすると詳細な情報をさらに見ることができるというふうになっています。で今回のこのレジュメだとフィブリノーゲンアルファチェーンと書いてありますけれども、2番目のこれですね、これをポチッとクリックしていただくと、こんな感じで、この1個の遺伝子について、先ほど最大40個って話をしましたけれども、40分類のデータがこんな感じで出てくるというふうになっています。で、一番ちょっと目を引くのは、ここになんか人体の模型があるわけですけれども、これはあのボディーパーツ 3D って言って、これもですね、DBCLS のサービスの一つで、あの人体のこの、なんていうんですかね、解剖学的なこういう絵を実際全部こう 3D であのメディカルアーティストという人とか実際に描いてですね、でそれをこう画面上で再構成するみたいなことができるサービスで、医学部の方だと結構割とあの食いつきがいいんですけど、こういう、こういうものもありまして、あの解剖の授業とかで使いたいとかっていうので使っていただいてるようなけあれもあります。ちょっと今回はあんまり説明をしないんですけど、ちょっとこちらですね、あ、消えてしまった、こういうのもあります。でこれあの今全身が映ってるんですけど、このボタンを押すとこう体幹の部分がこうフォーカスしたり、頭の部分だけみたいな形でこんな風にできます。でさらにまあ今回肝臓なので、まあ皆さんね、医学部の方なので、まあ医学部の方じゃなくてもこう肝臓臓器がでかいので誰がどう見ても分かるんですけど、まあちっちゃい臓器なんか、例えば背中にあるような腎臓とか、あの辺だとあの正面からだけだとちょっと分かりにくいので、例えばアニメーションを表示とかってやるとこれがぐるぐる回ります。これもちょっと皆さんで一斉にアニメーション表示をすると答えがなかなか返ってこないケースありますけれども、あ、こういう感じですね、ぐる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 回ります。でこれはあの GIF アニメーションっていうやつでできてますので、ここ画面上右クリックしていただくとイメージを別名で保存ってやると、このぐるぐる回ってる絵が保存できますの で別のところでもぐるぐる回りますので、あのいろいろ使い道があるかなというふうに思います。それで、次は6番ですね。でいやまあ本題のその組織40分類のデータなんですけれども、このバーの上にですね、あのこんな感じでマウスオーバーしていただくと、それが何の臓器でどのぐらいの発現量があったかっていうことが分かると思います。で例えば今回肝臓スペシフィック人の一つであるところのこの遺伝子を調べたわけなんですけど、他の臓器でこう低いんですけど肝臓だけでこう非常に高いというようなデータが示されています。であのちょっとこれも余談というか重要な一つ重要な話として、これなんで4つ EST ジーンチップ KGRNA シーケンスっていうデータを載せているかっていうところの意味合いなんですけど、例えば、このデータベースがジーンチップだけのデータを表示してますよということであるとすれば、肝臓はまた確かに高いと。
肝臓は高いんだけど、他の臓器でも、まあ、ちょっと高くはないけどなんか少し出てるじゃんみたいな話になりませんか。どうですか。この辺マイクロアレイ解析の癖を知っている方であれば当然この辺はなんてことはないんですけど、あんまりこの大規模解析に慣れてないとかマイクロアレイ解析のデータを見たことがないとかっていう場合だと全く発現してないわけではないよねみたいな説明にちょっとなったりしませんかね。よくあるんですね。でじゃあ一方この KG っていうデータ、これ NGS でシーケンスをしているデータですけど、これで見ると発現してるのは確かドカーンと発現してるんですけど、隣の方を見ていくとゼロとかって書いてあるわけですよ。ゼロとか、あとまあほとんどもう発現してないような形になってるんですね。そうするとこれとこれの違いはじゃあ何なんだっていうところなんですけど、これ分かる方いらっしゃいますか。この2つを見た時にじゃあどっちが本当でどっちが本当じゃない、発現測定をミスってるかもしれないみたいな話にもしかしたらなるのかもしれないしとかっていう、そうするとちょっとデータベースって使えなくなっちゃうような気もするんですけど、嘘が多いじゃんみたいな話になっちゃうんですけど、必ずしもこれは嘘ではなくて、それぞれマイクロアレイの測定原理としてハイブリダイゼーションしてるっていうのがあります。でハイブリダイゼーションをしてるのでバックグラウンドが高いんですよね。書いてもいいですか。バックグラウンドが高いというところがあるので、おそらくこれほとんど測定値としては、まあ、ほとんど発現してないんでしょうけど、でも傾向強度としてはある程度出ちゃってるというようなのが本当のところなんだと思います。でその裏付けとして KG、 これシーケンスのデータをこう一個一個塩基配列を読んで積み上げてるデータなのでなきゃないんですね。ハイブリダイゼーションとかそういうふうに下駄を履かせてないので、発現してるものはものすごい発現してるし、発現してないものはほとんど読まれないっていうような特徴があるわけです。なのでまあ並列で見て初めてそれが分かると。で並列で見ないと一個一個見ていくと意外にそのことって気づきにくいケースってあるんですね。なので割といろんな複数のソースを当たるっていうのは、別にこの発現解析だけに限らないんですけど、当然必要なことじゃないですか。論文なんかでも一方だけ当たって、ね、その説を信じるんじゃなくて、別のじゃあ系で検証したデータがじゃあ実際どうだったのかなんていうのを当然見ていくわけですけども、まあそれと同じですよね。発現データに関しても複数のソースを当たってみて本当にその自分の説が正しいかどうかなんていうのを検証していくっていうような姿勢が大事なのかなというふうに思います。でこれなんか非常にまあ分かりやすいデータなので、ちょっとチャンピオンデータなんじゃないのとか思われると思うんですけども、まあ、ちょっともしご自身のですね追っかけてる遺伝子見てみていただいてですね、どんなふうに違うかなんていうのを見ていただくと分かりやすいのかなというふうに思います。すいません、話が途切れましたが、次7番8番ですけども、ダウンロードをクリックするとこれですね、この右上にダウンロードボタンがありますので、この40分類のデータがですねExcel で見られるような形式でダウンロードすることができます。タブ区切りでダウンロードすることができるので Excel 等で開くことができます。でメインはこの上のところなんですけれども、下の方に行きますと、まあ、いわゆる ID とかこういう遺伝子オントロジーの情報とかがこう出てくるので、まあ、NCBI で例えば遺伝子を調べたりとか皆さんされてるんですかね、どうなんでしょう、ちょっと分かんないですけど、まあ、そちらで調べていただいてもいいですし、まあ、これをですねこの REFEX を遺伝子検索のなんかポータルみたいな形で使っていただいて、まあ、ある程度メインになるような情報はここに載ってますので、ここからいろいろ探していただくという使い方もいいのかなというふうに思います。で8番ですけれども、8番は何でしたっけ、プローブセット ID とかですよね。ここです。この ID の上から4番目のところがあるんですけれども、これをクリックするとどうなりますかって書いてあります。
でそうするとクリックするとですね、こういうサイトに、あ、そうだ、今日メンテナンスなんですね。しまった。そうなんです。ちょっと申し訳ないです。これ今日遺伝研、国立遺伝学研究所のサーバーメンテナンスで、ちょっと11時からでしたね。ちょっともう少し早ければよかったんですけど、今ちょっとメンテナンスで使えなくなってます。で、まあちょっと概要だけ、あ、でもちょっと出てますね。これ何が出ているかっていうと、このフェブリノーゲンアルファチェーンの、プローブセット ID っていうのは、マイクロアレイ、アフィメトリックスの、マイクロアレイの ID なんですね。なので、アフィメトリックスの、マイクロアレイでどのプローブがデザイン、どこに遺伝子のどの部分にデザインされていたかっていうのが見れないのか。あ、出ますね。まだ出ますね。今のうちに。で、一番下にこれ、皆さん見たことありますか、これ。これ、実はレフセックって先ほど申し上げた NCBI が提供している高精度な遺伝子の、データベースなんですけど、こういうエントリー見たことないですか。これ NM の000508とかって書いてあって、メッセンジャーの、ベースペアが書いてあってっていう、これあんまりご覧になったことないですかね。これいいですよ、いいですよっていうか、プライマーとか作るときはこれを使うのがかなりいいと思いますけれども、これにいろいろもごちゃ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 書いてあるんですけど、一番下にそのこのメッセンジャー RNA の全部の配列が頭から尻尾まで書いてあるんですけど、この色が変わっているところっていうのが、そのアフィメトリクスのマイクロアレイでデザインされているプローブ、プローブセットっていうのがですね、10本とか20本とか立ってるんですよ、マイクロアレイの基板の上に。でそのこの配列の情報って結構ですね、探すの大変で、まあ、もちろんググっても出てこないし、アフィメトリクスのウェブサイトに行ってもなんかすごい深いところにあってですね、実際どこをじゃあ検出してるんだっていうのを分かんないんですよね。それ困りませんかね。これ困るんですよ。実はそのこれ見るとですね、このお尻の方でデザインされてるっていうのが分かるんですけど、例えばですね、極端な話をすると、このフィブリノーゲンの研究をされてる方が、例えばこれトランスクリプトバリアントのいくつかだと思うんですけど、例えばね、トランスクリプトバリアントの違いが、例えばこの頭の方で起きているものだったりするのもあるわけじゃないですか、ケースとして。でこの辺の発言を実は見てるつもりで、ここの遺伝子発言を見てても全然話としては違ってきちゃいますよね。マイクロアレイのデータを使う場合ですね、シーケンスだとは全然違うんですけど。なのでどこにちゃんとマイクロアレイのプローブがデザインされているかっていうのをちゃんと知っておいた方がいいっていうのは、こういうところにも出てきます。で一個一個遺伝子を見始めると、結局こういうねところに実は違いがあって、全然自分の自説と全然データが違うんだけどっていう場合があったりするときに、実験が失敗したと思う以外にですね、実はその辺のデータを参照するのを見落としてただけっていうケースも中にはありますので、まあそういうような時にこのプローブセット ID ってところをポチッと押すとですね、こういうのを簡単に今見れるようになってますので、こちらもちょっと合わせて、これなかなか NCBI のサービスにはない小回りの効いたサービスになっておりますので、まあこういうような情報、これも一つデータベースの力だと思いますけれども、これ人間の目で探すの超大変ですけど、機械はもう非常に簡単ですので、すぐに探してくれますので、まあこういうようなサービスを使っていただくというのも一つの手です。で今これメンテナンス中なんですけれども、これググルナって呼びます。 GGRNA とか言ってググルナです。ググレとかって言いますよね。分かんなかったらググレ、ググレって分かります。 Google 検索しろってことなんですよね。でもこれググルナなんです。先ほどのそのマイクロアレイのプローブの情報はググっても出てこないんですよっていう私申し上げましたよね。なんですよ、だからググるなでググるんですというふうに覚えてください。なんかググれないやつはここでググろうみたいな、そういう、だからちょっとググルっぽい色合いになっております。名前はちょっとあれなんですけど、中身はちゃんとしておりますので、ご安心いただければなと思います。これちょっとまだ使えるのかな、
ちょっとこの辺もですね、他のも機能もあって、例えばこういう短い10マぐらいの塩基配列ありますけれど、これをピッと押すといけるのかな。ダメか。あ、ちょっとダメっぽいですね。あ、ちょっとダメですね。ちょっと今メンテナンス中なんであれなんですけど、非常にこのぐらいの短い配列を、例えば何でしょう、プライマーを作ってちゃんと当たってるかどうか検証したりしますよね。でブラスト皆さんかけたり UCSC のブラッドをやったりされると思うんですけど、まあやっぱり時間がかかると。なんですけど、このサービス 0.5 秒ぐらいでかかってきます。でちょっと今それを見せられないのが非常に残念なんですけど、非常に超高速に返ってきますので、ぜひお試しいただければなと思います。であとこれはトランスクリプト、メッセンジャー RNA に対して全部検索をしてるんですけど、やっぱりゲノムでもやりたいっていうのが人情ですよね。その場合はゲゲゲノムっていうのがありまして、こちらも今メンテナンス中になあ、まだ大丈夫なのかな。あ、これもダメですね。こちらゲノムで同じようなことが高速検索ができるようになってますので、こちらは名前がもうすごいですね。超絶高速ゲノム配列検索ですので、ゲノム屋さんはもうこれを使った方がいいと思います。というところでちょっと宣伝でした。はい、これもちょっと余談ですね、すいません。はい、であと9番いきます。そうすると遺伝子オントロジーをクリックすると、そのタームを持つ遺伝子を一括で検索でき、これトップページからもできるんですけど、個別の例えばこういう今フィブリノーゲンアルファチェーンを見てるんですけど、じゃあこれが例えばブラッドコアギュレーション、これ血液の凝固ですよね。血液の凝固に関係してるんだというふうに分かったら、じゃあこの仲間の発現はどうなんだっていうふうな発想当然ありますよね。で右側に行くと、これジーンオントロジーのウェブサイトを見に行きます。このブラッドコアギュレーションっていうジーンオントロジーはどういうもんだったのかなっていうのを見に行きますし、この GO000 とかっていうところを見ると、これレフェックスの実際にこの ID を持っている遺伝子が1783件あると、それが全部出てきますよというふうな感じになっております。あ、私そのまま言っちゃいましたけど、遺伝子オントロジー、ジーンオントロジーって今日初めて聞きましたって方いらっしゃいますか。いいんですよ、ちゃんと説明しますから。いなければそのまま説明しませんけれども、何人も、あ、皆さん知ってらっしゃるということでよろしいですか。後から知らなかったとかダメですよ。よろしいですか。で一応ここに答えが書いてますけれども、ちょっと手が挙げづらかった方はこっそりこれを見ていただいて、あ、そういうことかと思っていただければいいかなと思います。こういう3つのキーワードで、遺伝子のその機能を分けて登録している国際的なプロジェクトで一番有名なものです。はい、であとですね、上に一回フィブリノーゲンアルファチェーンまで戻っていただいて、で先ほど来申し上げているファントム5の掲示のデータっていうのはこちらのタブに分かれててまして、右側にできてます。このタブをポチッと押していただくとこんな感じに出てきます。でビューアーがですね、上の部分が拡大図になっていて、下が全体の表示になってます。これどういうことかっていうと、先ほど申し上げましたけど、これ人のサンプルなので、550種類ぐらいサンプルが一度に見れるんですね。で550種類横にこう並べてみるとなかなかビジーなので、というところの工夫の一つなんですけど、これ下がこう、ここのバーをクリックするとドラッグするとこんな感じで棒を引っ張ることができます。で上のバーがどん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 左から右に、あ、右から左に来てると思うんですけど、つまりこれがこの拡大図が上に表示されていると。で今見てるのはこの白い部分ですよというような感じになっておるわけです。なのでこの高いところを見るといいですよね、まずは。でこれ何かななんて思ってこうやって見ていくと、これリバーアダルトって書いてあるわけです。ああ、なるほど。
もう一つ高いのがこの辺にあるわけですけど、この辺見ていくと、あの胎児期の肝臓なんですね。まあそれはそうだなってなるわけです。でさらにまあ高いのをこう見ていくと、これヘパトサイトですね。あの肝細胞とか肝細胞というか、あの肝臓を構成している細胞ですよね。これも非常にリーズナブルですよね。あとこの辺もちょっと見ていくと、これはあのユニバーサルなんで、あのポジコンですよね。ポジコンだし、これはこれもポジコンだし、あとこの辺ですかね。これはあのヘップ G2 って肝臓の研究されてるから知ってるとあのご存知かと思うんですけど、肝臓のあの癌細胞株ですよね。で発現がそれなりに高いというように、あのこれ500種類サンプルがあるわけなんで全部見ていくの大変なんですけど、あとはこの検索窓にキーワードを入れるとサンプル名を検索できるので、例えば、もちろん今は調べましたリバーとかってやると、リバーっていうあの単語があるサンプルについてはこんな感じでオレンジ色で示されるの でここ GO とかってやるとこう一発でワープします。あとは例えばヘーパートとかってこうやると、で5種類ぐらいあって、ヘパトブラストーマセルラインとか、あとはこれさっきのヘップ G2 ですよね。でまたヘパトーマのセルラインとかが出てくるわけです。でヘパトサイトが出てきたりと、まあまあこういう感じでですね、あの割と軽快に単語の検索ができますので、なんか皆さんこうピンと来られた、ピンと来る細胞株の名前ですとかがありましたら、あのキーワード検索で探していただくということができます。であとまあこれはまあどうでもいい話の一つなんですけど、あのこのじゃあファントム5のケージのサンプルがどうやって取られたのかっていうのをまあ気になる方、その由来とかどうなんだとかっていうのが気になる方はこちらから見ていただくとですね、あのここに別の Google ドライブでまとめたサンプルがありまして、例えばこのリバーのアダルトってサンプルがあるわけですけど、アダルトって言ったってお前何歳なんだよとか、男性なのか女性なのかとかっていろいろ気になるところはもちろんあると思うんですけど、そういうのをですね、このファントム5のオリジナルのウェブサイトの方に行くとですね、全て彼らがこう情報を記録していてくれていますので、その辺細かいアノテーションとかって言うんですけど、このアノテーションが気になる場合はこちらからちょっと、理研のサイトは重いですね、これが出てくるはずなんですが、出てきましたね、こういう感じになっております。そうするとこのリバーアダルトのこのプールされてるデータなんで、見てみると64歳と69歳と70歳のもので、で男女はもうミックスされてるよとか、であとはどういうもので取られたデータですかとかっていうのが全部ここに出てくるようになってます。なのでもしその辺気になる方はこの辺参照されると良いと思います。でこのサイトが実はファントム5のオリジナルのサイトで、ちょっと怖いもの見たさに見ていただくといいと思うんですけど、結構なんか使い方が難しくてですね、ちょっとよくわからないですはい、なのでぜひレフェックスを使っていただければと思います。で、あの転写紙もガリガリやる方はこちらやっていただくといいと思います。はい、ということで、検索結果一覧に戻ります。ちょっと時間がだいぶ来ましたけれども、検索結果一覧に1個戻ればいきますか。あ、この辺に戻りますか、大丈夫ですか。でもしダメな方はトップページまで戻っていただいて、またこの肝臓の絵を押していただければ同じ画面が来ます。今日は結構好調ですね。ただあのこのレフェックスもですね、12時からあのメンテナンスっていうか、その元のサーバーが落ちちゃうので、ちょっとあと20分しかないんですけど急ぎでやります。で検索結果に戻って、今11番をやりますけども、ソート項目を切り替えてどのように結果が変わるでしょうかということで、今、肝臓特異的遺伝子だけで、470個出てきてるわけです。あ、
これかごめんなさい、特異的遺伝子の説明してなかったですね。これ特異的遺伝子をどうやって出してるかっていうと、簡単に言うとですね、特異的遺伝子って他の臓器で全然出てないんだけれども、ある臓器だけ外れ値みたいに高いっていうデータがあった時に、レフェックスでは多分組織特異的な発現があったんだろうっていうふうに見なして、それは生物学的に正しいかどうかは検証してませんが、コンピューター的にそういう外れ値みたいなのが出てますよっていうふうな意味合いで使ってます。なので生物学的に正しいとは言い切れませんが、発現パターン、これ全然人間が手を加えてないデータで測定してみたところ、そういうデータが出てますよっていうことなので、そういう意味だと思ってください。なので、こういう感じになっております。で、これはコンピューターで簡単に計算することができて、あらかじめ用意しておくことができるので、このぐらい速いスピードで表示をすることができると。そういうふうになっております。それで、470個もあるので、ちょっとなかなか目で見ていくのが大変なので、じゃあこれをじゃあ絞り込んでいこうというときにどういうことができるかということなんですけど、これ右左側のこのバーを使ってですね、例えばじゃあそれ遺伝子名で絞り込んでいきたいっていう場合に、じゃあ例えばリバーっていう名前がついている遺伝子がいいですよっていう場合は、ここにリバーって書いてインクルード含まれているっていうところでボタンを押していただいて、この条件で絞り込みをしていただくと。でそうすると470件あったのがもう13件ぐらいになったので、このぐらいになるとちょっと目で見れそうだなというような感じになると思います。であとは、じゃあちょっとなかなかあれもう13件なので目で見れるんですけど、もうちょっとこれで絞り込めなかった場合には、ここになんかソルトキャリアなんちゃらっていうのがこういっぱい出てくるので、これはちょっともう分かってるよと、これは出てこないで結構ですという場合は、ここにまた同じようにキーワードを入れて、今度は除外したい場合はエクスクルードして押してください。そうするとこんな感じで設定になって、条件で絞り込み、そうすると先ほどのソルートなんとかっていうのは上に2件あっただけで、2件減って11件に今なってます。であとはですね、組織の項目で、じゃあ私は人員チップは信用してないと、ちょっとバックグラウンドが高すぎて信用してないので、例えば RNA シーケンスのデータだけ必ず含んでほしいとかっていうふうに絞り込むと、あんまり変わりませんね。全て11件全部 RNA シーケンスのデータを持っているデータでしたけれども、そんなような形で絞り込みを変えることができます。であとは必ず含む、これも変わんないと思うんですけど、全て含んでほしい、4種類全部ないとちょっと信用できないっていう場合は、今1件これ減りましたけども、10件が今表示されていると。これ全てどれのサンプルも欠けてないようなものを全部探してくれると、そういうような指定です。と、ですか。それで、あと最後ですね、13番をやりますけれども、でこの一個一個の遺伝子の詳細情報っていうのは、リスト機能っていうのがあって、並列に比較することができるというふうになってます。でこれ例だと、検索結果一覧に戻れって書いてあるんで、まずトップページからまた肝臓の絵を押していただいて、この画面にちょっと戻していただいて、それで、3つの遺伝子をリストに追加してみましょうっていうことなので、どれ選んでいただいても構わないんですけど、今回じゃあ上から3つとりあえずここにリストに追加するっていうボタンがあると思うんですけど、このボタンに押していただくと、このなんかこう買い物カゴみたいなところ、リストを見るっていうところが3とか押した数になってると思います。でここリストを見るっていうところを見ていただくと、この今回自分が選んだ遺伝子が3つここにお気に入りみたいな形でこうピン止めされてるわけです。もちろん比較にも使うんですけど、もちろん自分でこうチェックしておきたいなとかっていう場合にこのリストに追加しておいて、後で並べて見てみるっていうのも使える機能だと思います。でさらに、これ最大3つまでなんですけれども、横に並べることができるので、並べたいものを比較するっていうボタンを押してください。で押した上で遺伝子を並べて表示ってやると、個々の詳細遺伝子表示っていうのがあったと思うんですけど、表示を全部横に並べられる機能になってます。
やっぱりこの、まあ、こういう情報ってやっぱり横の比較をしないとあんまりこう何かものを論ずることってできなくてですね、これは非常に便利な機能になっております。でもちろん遺伝子発現がこう見れるわけですけど、でこれなんかは肝臓特異的遺伝子なので当然3つとも肝臓特異的に発現しているのが分かると思います。がものによってはこう別のサンプルだと違うところでこうポツポツ出てたりとかっていうようなのもちょっと見受けられるわけです。であんまり別にこんな差がないだろうと思われるかもしれないんですけど、これ下の方に行くと今度 ID の比較もここに出ているわけですけれども、まあ、ID はまあいいんですが、このジーンオントロジーのところを見ていただくと非常に面白い、ことが出ております。これが最後です。この遺伝子発現データやジーンオントロジー情報を並列に比較することで見えてくる違いは何でしょうか。その違いからどういうことが推測できるでしょうかっていうことなんですけど、これ分かりますか。これ機能としてまあ、よくあんまりこういう表示の仕方って僕は見ないんですけど、差分を表示してるんですね。でこのチョンってこうチョンってなってるのはこのワードは持ってないよっていう意味なんです。で大体多くの、データベースってこれが全部こう上に何て言うんですか、全部ぐしゃぐしゃぐしゃっとなって、この差分は出ないんですけど、この差分を出すことによってですね、どうでしょう、どんなことが分かりますか。まあ、当然このブラッドコアギュレーションはこの2つは持ってないんだなっていうのが分かるわけなんですけど、その辺を合わせて考えると上に戻っていただくと、この3つは肝臓特異的遺伝子で引っ張ってきたわけですよね。で全然、まあ、差なんて違いがないだろう、発現に差は違いがないだろうと 思われると思うんですけど、機能している場所が違うんですね。場所というか機能、働く機能が違うわけです、その遺伝子の。なので同じ発現パターンに見えても実はこうジーンオントロジーの差分を見てあげると全然働いている場所が違うと。これ逆もしかりですよね。同じような機能にカテゴリーされているはずなのに発現パターンが全然、臓器で見てみると発現パターンが全然違うとかっていう場合もあるわけなんですけど、ということで、まあ、これ最大ちょっと3つしか見れないのが残念なんですけど、横で比較をすると、まあ、こんなような形でここからじゃ何か言えそうじゃないみたいな。これまだ全然3つしか見てないわけですけど、例えばじゃあ自分が研究をして遺伝子リストから絞り込んでた時に、あとじゃあ5つになったっていう時に、じゃあこの5つの関係性はじゃあどうなってるんだろうっていうのを検索する時に、まあ、もちろん論文を読んでそれぞれ考えるのも重要なんですけど、まあ、こういうバイアスのないデータをですね、並列に比較してあげて並べてこう眺めてあげると、あれ意外に、あ実は転写因子で同じだったんだとか、実はこの上下関係、正常関係がありそうな何か活性を持ってるのかもしれないとかっていうようなことを、まあ、ある程度妄想できるようにな、ウェブサイトの作りになっています。これですね、差分が明確にって書いてありますけども、であとちょっと14番少し作業していただこうと思うんですけど、どうでしょう、皆さんご自身のデータでいくつか試されましたか。まあ、時間がないわけではないんですけど、ちょっと1分ちょっとぐらい、1分2分時間を取りますけれども、ちょっとご自身の追っかけている遺伝子等々を検索していただいて、あとなんか3つ4つ比較できるものがあるともなお良いと思うんですけども、実際にやってみてください。あとこの比較はですね、非常に残念なことにファントム5ケージは比較がまだでき、ちょっとビューアーができてませんで、比較できないんです。で今ちょっとこれ目下開発中で、近日中にご紹介できるようになると思いますので、ちょっとお待ちいただければと思います。でちょっと皆さんが調べてる間に、ファントム5ケージが入って良かったことの一つはですね、いわゆる iPS 細胞とかの ES 細胞関連のデータって、もともと40分類のデータだとこんな感じで全然特徴が出なかったんですけど、
これ今ナノグを見てますが、をファントム5ケージで見るとですね、非常に排他的というか、その選択的に発言してるんだなっていうことが本当なんだなってことが分かるわけです。こういう感じですね。全部肺性のがん細胞株ですとか、あとはここで見ていくと、これイエス細胞ですし、これも肺様体ですし、あとはでさらに iPS 細胞も中に入っておりますので、こんな感じになっております。オクト4とかってやるとオクト4も出てきますし、オクト4もちゃんと、iPS 細胞でも ES 細胞でも出ていると。山中先生は本当だったんだということがちゃんと確認できるというふうになっております。はい、よろしいでしょうか。大体すいませんが、ちょっと駆け足できちゃいましたけども。で、あとまあちょっと30分ちょっとあるんですけれども、残りもう一つの柱の方をやっていきますが、バイオ GPS っていうですね、これはまた別のサービスで、これアフィメドリクスのマイクロアレイのジーンチップ限定なんですけど、遺伝子発現プロファイルのデータベースで、これレフェックスが出てくる前は僕自身もですね、こういうバイオ GPS をよく使っておりました。これも非常に便利なサービスで、いろんなポータルサイトとして使うような気の利いた感じになってますので、こちらももしちょっとレフェックスがちょっと合わないなという方は、こちらも検討されてみるといいのかなというふうに思います。で、こちらも昔実習してましたので、今回ちょっとやりませんけれども、こんな感じでプロトコル方式で書いてあります。では、残り30分で、2問目いきたいと思います。で、数十数千の遺伝子群の生物学的解釈ということで、やっていきます。で、今回取り上げるツールはデイビッドっていうツールがありますけれども、これもですね、もういろんなツールが最近開発されておりまして、もうセンサー判別というか、もういろいろあるんですけれども、ちょっとその中でも非常にお手軽で、お手軽なんですけど、かなり強力にこういう生物学的解釈のサポートとして使えるツールということで今回取り上げています。で、いわゆるその大規模解析をやるときの一般的な目的っていうのは、やはりその実験条件によって得られたいくつかのその遺伝子群の発現っていうのは、生物学的にどういうふうに差があるか、どういう意味を持つかっていうのを考えるということなので、それを実際にやっていくということになります。で、デイビッドはですね、実は非常にいろんな講習会でたくさん使ってたんですけど、2010年以来データ更新が止まっていたということなんです。で、別にデータ更新止まっても別に構わないんじゃないのと思われる方いらっしゃると思うんですけど、データベースの世界っていうのは結構日進月歩というかですね、非常にデータ更新が早いっていうのが一つ特徴で、例えば先ほどのジーンオントロジーっていうデータがありましたけど、あれなんかはもう毎日更新されているんですね。なので、 なるべく新しいデータを使うのがいいと、当然昔のデータをアップデートしているってことは間違いが入ってるんですよね。間違いが入ってるので、全体の結論として全然変わっちゃうようなことはないとは思うんですけど、やっぱりなるべく新しい、ちゃんとアップデートされているサービスを使うっていうのは一つの鉄則だと思いますが、2010年だから6年ぐらい止まってて、もうダメなんじゃないかとかって言われてたんですけど、なんかその声が届いたのか、なんか最近アップデートされてですね、これ本当に最近なんです。2016年の5月の頭ぐらいになんかバージョン上がりますみたいな感じになったので、良かったというところなんですけど、なので、ちょっとこの辺前のとちょっと比較してみると面白いのかなというふうに思います。はい、ちょっと今日これ使いますけれども、で、先ほどのその生物学的解釈っていうところの、ポンチエというか、この概念図みたいなのを書いてみたんですけど、こういうことなんですね。これちょっとマイクロアレイの例なんですけど、生データが出てきて、なんか数字の羅列が出るわけなんですけど、それって例えば正規化したりとか、なんでしょう、クラスタリングでグラフの絵を描いたりですとか、
PCA とかで主成分分析をしてとかでこうよくグラフ出てくるんですけど、まあ、そこってあんまりバイオロジーがないんですよね。数字の羅列をこう並べ替えてるだけなので統計解析に過ぎないというところなので、まあ、もうちょっとその生物学者的な観点からすると、じゃあこの遺伝子はどういう生物学的な特徴があって、どういう実験条件との関連があるのか、じゃあこのデータは何を言ってるのかっていうのを解釈する必要があるよと、そういう図になってます。ということで今回はですね、実際にクイズというかなぞなぞ形式でやっていきます。マイクロアレイデータの準備ということで、サンプルデータとして NCBI の GO から取得したデータを使っていきます。これ本物のデータです。でこのデータっていうのはある実験の前後2群間で優位に発現が減少した遺伝子群のリストっていうのを私の方で用意をしてあります。でそれがマルヒ遺伝子リストっていうふうになってますので、これちょっと右クリックしていただいて、開いていただくと、これですね、ちょっと小さくて見えないと思うんですけど、こういう ID が、無機質な ID がですね並んでいます。でこれを目で見てですね、あこれはこういうパターンはなんとかだよなんて言える人は世界中に一人もおりませんので、こういうものを使ってですね、機械に頑張ってもらうというふうになってます。でコマンドじゃないな、全部これ選択していただいて、コントロール A かな、コントロール A、コントロール C ってやるといいと思います。全部選択をしておいてください。でこのマルヒの遺伝子リストを使って、じゃあこのデータっていうのはどのような実験から得られたデータか、どのように解釈できるのかっていうのをちょっと練習があったらやってみると。本来はこういうやり方しないんですよね。どういうデータかっていうのは自分が絶対分かってるわけなんでやらないんですけど、まあ、ちょっとデータを解釈するっていうところは、じゃあどういうふうにプロセスしておけばいいのかっていうところの、まあ練習として考えていただければなと思います。ただ本物のデータですので、それなりにちゃんとしたデータが返ってきますので、ぜひ皆さん取り組んでいただければなと思います。でまずじゃあデイビッドにアクセスします。これもちょっと右クリックですね、右クリックした方がいいですね。ちょっといらないのがいろいろ出てきてますけど、でこれデイビッドのトップページで、今はウェルカムトゥデイビッド 6.7 ってなってます。で上の方にこう赤くなってますよね、アナウンシングデイビッド 6.8 ベータが出たよみたいな、出るよみたいな。なのでどうしましょうね、どちらでやっていただいても構わないんですけど、実はこの資料は 6.7 の方でやったデータなんです。この辺にちょっと結果が出てきちゃってますけど、なのでまあどちらでやっても構わないですし、両方やっていただいて自分の目でどのぐらいデータが変わったのかっていうのが分かると思いますけれども、ここに彼らも書いてますけれども With updated knowledge base って書いてあるわけです。なので中身のその結構情報が変わってるんですね。でこの辺ニュースが出てるわけなんですけど、これだけ新しくなったというふうに彼ら曰く言っております。こういう感じか、こんな感じですね。こう結構ID のコンバージョンとかこの辺が全部見直して良くなったよとか、新しい GO のカテゴリーを作って分かりやすくなったよとか、まあ多分だから新しいのを使うのが本当は一番いいんですがじゃあこの 6.7 と 6.8 でどのぐらい違うのかっていうのもちょっと一つ今回これ新しいところですけど、見ながらやっていただければなと思います。どちらでやっていただいても構わないです。ただ僕がやった感じだとちょっと 6.8 になると解釈が難しくなるなという印象はありますので、どうなんでしょうね。まあ皆さん 6.7 の方がいいのかな。ちょっと余裕があったら 6.8 みたいな感じにしましょうか。で 6.8 をやりたい場合は、ここのこれをもう一回押さないとダメだそうです。 David-D っていう方が6.8 のまだベータサイトなんでちょっとバグもあるかもしれないですけど、こっちでやると 6.8 のデータを使います。でこっち 6.7 の方は昔のデータになってます。
ちょっと資料も 6.7 なので、ちょっと 6.7 の方にしてみましょうか。で、先ほどあのコピペしたこの ID のリストを皆さんコピーしてると思うんですけど、それをスタートアナリシスっていうところをクリックしていただくと、こんな画面が開きますので、それをここにペーストしていただくと。そうすると、今ですね、1番をやりました。で、2番でリストの ID タイプを選びますってありますので、リストの ID タイプ。これですね、セレクトアイデンティファイアということで、デイビッドのいいところはですね、あの ID の対応がすごいんですね、多いんですね。どんぐらいあるんですかね、これ30種類ぐらいあるんですかね。こんだけ対応してくれてるデータベースってなかなかなくて、大抵がなんかジーン ID とレセックとなんちゃらだけみたいな、まあ3つ4つで大体終わってるケースが多いんですけど、まあ、これだけ対応してくれております。なので皆さんのお持ちのプラットフォームにどれかしらは当たるんじゃないかなというふうに思います。例えばジェンバンクとかありますよね、ここにね、ジェンバンクとかジーン ID とかアンサンブルのジーン ID とかレフセックですね、レフセックのメッセンジャー RNA とかで、今回はアフィメトリックスのこの一番上ですね、3プライム IVT っていうのがそれに当たるので、そのままで結構なんですけど選んでいただきます。で、次がですね、であと下にこのリストタイプっていうのがちょっとあるんですけど、これはあのまあ細かいことを気にする人はちょっと気にした方がいいんですけど、多くの人は多分特に問題がなくて、あのこれが実際の遺伝子のリストなんだったらば、このジーンリストを選んでいただければ結構です。で、これ何が違う、バックグラウンドと何が違うかって言ったら、これあのデイビッドの方で持ってる遺伝子のバックグラウンド、遺伝子リストのバックグラウンドに対してあの統計解析をしているので、ある程度あの P バリューだとかなんとかバリューがあの変わってきちゃうんですね。当然バックグラウンドが大きくなればなるほどとか小さくなればなるほど変わってくるじゃないですか。っていうところで、ちょっとデイビッドの提供するデータベースが気に入らないっていう場合は、自分でバックグラウンドのセットを一回投げておいて、それに対して自分のジーンリストを投げるみたいなこともできるようになっています。今回はちょっと気にしないで、ジーンリストのままサブミットリストを押します。ちょっと最近はですね、デイビッドもうまくつながらないケースがまあまあ出てきてるんですけど、今のところ大丈夫そうですかね。皆さんのお手元は大丈夫ですかね。で、アップロードしたリストは、左側のバーで保存されてますし、削除したりリネームすることもできるということになっています。で、これで一つ分かったことがあります。マルヒリストの生物種が分かりました。ここに書いてあります、アラビドプシスタリアナって書いてあります。これご存知ですか。これちょっと医学部で出すのもあれなんですけど、あの植物ですね、あの白犬ナズナっていう植物の研究でいうところの一番メジャーなモデル生物、モデル植物にの一つです。なので今回は何か植物のサンプルなんだなということがまず一つヒントとして分かりました。でもうこれでですね、実は解析が終わっていて、もうこのファンクショナルアノテーションツールっていうところをクリックすれば結果が出てまいります。こんなお手軽なんですね。で、いくつかこうあのカテゴリーというか、あのデータベースの選択ができるんですけど、まあ、今回はジーンオントロジーで一番見ていくのがいいかなと思いますので、まあ、いくつかこれ他の見ていただいても構わないんですけど、前ではジーンオントロジーで説明をしていきたいと思います。で、ジーンオントロジーをクリックするとジーンオントロジーを用いた解析の細かいメニューが表示されます。こんな感じですね。で、今回はじゃあ、GO ターム、BP っていうのはバイオロジカルプロセスのことですけど、の FAT っていうところを注目します。これ赤くなってますね。赤くなってるところはそうなんですけど、これあのジーンオントロジーってこう階層構造になってるんですね。あの大きい言葉、大きい語彙が上に来ててですね、どん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 細かい言葉になっていくほど階層が下がっていくっていう、まあ、そういうような構造をしています。で、ちなみにこのバイオロジカルプロセス1っていうところを例えばじゃあクリックしていただくと、あの実感として分かると思うんですけど、メタボリックプロセスとか
レスポンス・トゥ・スティミュラスとかセルラープロセスとかですごいこう言葉の定義が大きいですよね。これだけ見ても何のこっちゃって、そりゃそうだろう、なんかやったんだから、それは何かのメタボリックプロセスに関係してるのは確かなんだけど、それを中身を知りたいんだけどっていう話で、大きい単語が出てきちゃうとよく分かんないんですね。で一方ですね、バイオロジカルプロセスの5っていうのを選ぶと、これ今度一番細かい語彙の階層なんですけど、そうすると今度ね細かすぎてカルボキシルアシッドメタボリックプロセスに関係しているとかっていうふうになるんですけど、まあものによってはこの5番で見ると非常に分かりやすいよなんていうケースがあるんですけど、結構細かすぎると細かすぎて分からないみたいなケースがあります。でそこでですね、デイビッドの人たちが考えたのは、なんかうまいことこういう大きすぎるキーワードとか小さすぎるキーワードをなくしてですね、なんかこうよしなに検索結果を返してくれるようなデータセットみたいなのをあらかじめ作ってくれているのがこの FAT っていうデータセットです。なのでこれ赤くなってるのが彼らおすすめリコメンドしているというところ意味合いなんですけど、なのでまあこれを見ていただくとある程度まあざっくり特に気にしないで見ることができるので、ちょっとこれを押してみてください。そうするとこういう結果が返ってきまして、これは P バリュー順に並んでるのかな、 P バリューが低い順に今ソートされてるわけですけど、だから上に行けば行くほどもっともらしいと、優位にこの機能に関連する遺伝子が含まれて、あなたが投げたリストに含まれていたよという意味合い読み方になるわけです。そうするとまあやっぱり一番上から見ていくのがいいのかなという感じがしますけれども、そうすると一番上はフォトシンセーシス、その下はフォトシンセーシスライトリアクションとかって書いてあるわけです。フォトシンセーシスって分かりますか？そんなに難しいものではなくてですね、これ中学校の生物で習う、皆さん必ず習っている現象、植物の現象なんですけど、そのままですね、これ光合成。光合成のことをフォトシンセーシスって言いますけれども、光合成に関与する遺伝子がたくさん含まれてたらしいということがここから分かりました。まあ同じようにしてですね、さらにこの GO ターム CCFAT とか MFFAT とかっていうのもちょっと見てみてください。 CCFAT こちらですね、で MFFAT もね、CCFAT っていうのは、セルラーコンポーネントなので細胞の中の極材っていう文脈で整理した語彙の辞書なので、その遺伝子たちがどこの場所で働く遺伝子が多かったのかっていうのが分かると思います。で見ていくと、プラスチドとかクロロプラスト、チラコイドとかってキーワード見えますよね。こういうちょっとキーワード懐かしくないですか。これもです、多分中学校の生物の時間に、中学高校ですかね、高校か中学、まあ、いずれかでやってるとは思うんですけど、光合成の授業の時に出てきたキーワードじゃないかなというふうに思いますが、まあ、そういうのが上位に出てきていると。でモレキュラーファンクションで見てみると、コファクターバインディングはなんかちょっと一般的すぎて分かんないですけど、クロロフィルバインディング、ちょっとなんか個別の名前が出てきます。クロロフィル、クロロフィルとかチラコイドとか、なんかやっぱ同じところで出てきましたよね。というように、今これ3000個近い遺伝子の ID があったわけですけど、この遺伝子の3000個の特徴として、今調べたようなキーワードに関係する遺伝子が優位に多く含まれていました。ということはどういうことなのかということを考えるのが遺伝子解釈、生物学的解釈の、まあ、まさに解釈です。で他のものも見てみたらいいですよとか書いてあるんですけど、基本的には今回見たやつだけで ある程度答えが分かるようになってます。なので最後これデイビッドで得られた結果を踏まえ、ある実験とはどのような実験であったのか考察してみましょうと。でおさらいをすると、マルフィ遺伝子リストっていうのは
ある実験をして、コントロールと実験群の2群が用意されていて、2群間の比較で、優位に発現が減少した、実験区の方で優位に発現が減少した遺伝子が3000個、アラビドプシスのデータが3000個あったということです。で、生物学的な機能の側面で見てみると、光合成に関係している遺伝子がそこに多く含まれていたらしい。でさらに働く場所としては、プラスチドとかチラコイドとかクロロプラストとかっていうようなキーワードに関係するようなところ働きがあったらしいということが分かりました。でもう一つはクロロフィルとバインディングして何か機能するような遺伝子が多かったと。いう、まあ、状況証拠としては そのぐらいですかねが考えられると思います。白犬ナズナのデータをサンプルをですね、どういう処理をしたらこういう現象、光合成に関係する遺伝子群が下がるかっていうのをちょっとこれ逆引きですけど考えてみると、どうなったら光合成しなくなるかできなくなるかっていうことですよね、多分。っていうところまでなんとなく分かれば、別にあのドンピシャの答えが当たらなくてもいいんです。そこはいい線いってるんです、もうそれで。であとはまあいろんな実験のスタイルがあるので、あの完全に当たるか外れるかはもうその時の運みたいなもんなんで、いくつか自分のご自身の頭の中に1つないし2つさらに3つ4つそんなような実験が頭に浮かんでくればかなり良いと思います。でそれをまあもし実際のプロセスだったら一個一個本当にそうかどうか検証していくというようなプロセスに入るところだと思いますけれども、今回はちょっと逆引きなのでちょっとこれでおしまいですけど、どうでしょうか、大体皆さんこのデータを眺めてですね、非常にまああのこれざっくりとした解析なんですけど、で今回しかも答えがちょっとある程度分かってるものなんで、あんまり見るところもそんなにないんですけど、本来は皆さんご自身のデータですとかパブリックなデータをここに投げて見るわけです。で今回下がってる方の遺伝子だけですけど、まあ、上がってる方の遺伝子も当然見てみたいですよね。だ結構同じなんですか、ね、操作を何回も何回もこれ繰り返してああでもないこうでもないとやるんですけど、まあ、それの一つの練習です。よろしいですかね、だいたいちょっと時間も迫ってあと10分ぐらいなんですけど、皆さんの頭の中に他を拝見しているといくつか出てきたんじゃないかなというような感じがしますので、ネタバラシをしたいと思いますが、で、答え合わせというところに答えが書いてあります。こういうことだったんですね。どうでしたか。答えはですね、植物細胞、アラビド、白犬ナズナの植物の細胞と細胞壁分解酵素を用いて取り除いた植物細胞の比較だったんですね。だから、植物細胞はあの細胞壁があるっていうのが一つ大きな特徴だと思うんですけど、これがあるかないかの違いです。そうすると植物細胞壁を取っ払うと植物細胞って四角いじゃないですか。それが丸くなるんですよね、細胞壁を取っ払うと。でそれのことをプロトプラストとかって言うんですよね。でさらにそのプロトプラストがこう集まって凝集していくと、あのカルスっていう細胞、植物細胞界ができて、そこからさらに何て言うんですか、個体がもう一個再生するっていう、あの接ぎ木のメカニズムですよね。あれの話の、まあ、いわゆる植物細胞の脱分化とかって言うんですけど、これもう、もう何年前ですか、60年ぐらい前から知られてる現象なんですけど、これのデータなんです。でそうすると脱分化って、あのいわゆる、まあ、iPS 細胞の樹立の時に割とリプログラミングとかっていうのがあったわけですけど、あの山中先生がなぜ偉かったかっていうと、やっぱりその植物ではこういうことは起きるんだけど動物細胞は絶対起きないよって言われたのが実はあったっていうところを
解き明かしたというか証明したのが大変なところでなんですけど、植物細胞でもまあこういうようなことデータって結構あってですね、あの私なんかもともとこういう辺の脱文化とか文化の研究をちょっとしてたんで、自分でこのデータを実は使ってたところがあるんですけど、で動物細胞と植物細胞で比較をしたりとかしてたんですけど、そうするとこれ今脱文化っていうとやっぱ機能を失うんですよね。私先ほど説明してたのがその光合成をしなくなるっていう話をしたんですけど、その脱分化をしてそのもう一回全能性を得るリプログラミングするときにやっぱり普段の機能を一回失う必要があってっていうところの途中のフェーズがこのプロトプラストっていうところの状況だということなので、答えが分かった上でじゃあもう一回このデイビッドの結果を見てみると、うんっていうとこですよね。どう思いますか。またちょっと見え方、データの見え方が違うと思うんですけど、答えが分かった上でプロトプラストになると、あこういうところがガーンと下がるんだっていう、まあ自分が知っている部分ももちろんあると思いますし、全然見たこともない GO ターンが出てきたとしたらちょっとそこヒントかもしれないですよね。まあもちろん自分が知らないだけの可能性もあるんですけど、意外にその世界中の皆さんが気づいていない何か植物細胞の脱分化のメカニズム的に関係しているものが出てくる可能性もある。で僕ちょっと意地悪なのはこれ下がった方を出したんですよ。下がった方って面白くないんですよね。あの機能を失ってるだけなので、あの非常にリーズナブルなんです。やっぱり上がった方を見たいじゃないですか。あの脱分化してリプログラミングしてるわけですよ。リプログラミングしてる途中の細胞なんですごく面白そうじゃないですか。なので上がった方に例えば何でしょう、 iPS 細胞でいうところの山中4因子に相当する何かが入ってるのか否か分かんないですけどね、分かんないですけど、まあそんなようなものを探す上での一つの手がかりになるのかなというふうに思います。なのでこのデータをもう一回自分で解析したいっていう場合はですね、ここに GSE15515 っていう生データがここに落ちております。で私が勝手にやったデータではなくて、ちゃんとこのデータから再現することができますので、あのもしちょっとあの斧が信用ならないという場合はですね、あのこちらから生データからもう一回自分で上がった方も実はもちろんこれここからダウンロードするとできるので、ちょっと上がった方どうしても見てみたいなという方はですね、このデータをダウンロードして上がった方を見てみるというようなことをやっていただくといいのかなというふうに思います。さあというわけでですね、そんなことをしていたらあと10分ちょっとなんですが、最後もう一個一応実習というか、これちょっとまあ自由課題みたいな感じになるとは思うんですけど、まあこれまで学んだことを踏まえて、じゃあ他のデータをやってみようかということで、で今回皆さん医学部なのに私植物のデータを出して、ちょっと皆さんの興味関心が薄いのかなというところもあるんですけど、今度はじゃあ人のデータを使ってみたいと思ってます。でこれちょっとまあ今回は終わりきらないというか答えがないんで、適当なところで締めたいと思うんですけど、ここに書いてあります。今回は正解はありません。まあ、先ほどのも正解のような正解じゃないような話なんですけど、まあ、実際にじゃあ情報分析力と、実際の想像力が問われるというところで、例題としてこういうデータ GSE の28619っていうデータを使います。でこのデータっていうのは、非常に簡単で、健康な人とアルコール性肝炎の酒好きの人との比較、サンプルの比較です。でまあ、ごちゃごちゃいろいろ書いてあるんですけど、健常者の方で高かった方 と、アルコール性肝炎の患者の方で高かったリスト2つ用意してあります。でこのリストの作り方なんていうのもアジャックスお茶の水の回で紹介してますので、他のデータで試してみたいなっていう場合は、まあ、これをちょっと読み替えていただいて自分で用意していただくと、特に何か買ったりとかしなくて、お手持ちのパソコンで全てこういうリストも作れるようになりますので、ぜひお試しいただければいいなと思います。でデイビッドもいいんですけど、デイビッドだとなんかちょっとうまいことデータが分類されないなんていうケースもまあまああるわけです。そういう場合はですね、他のツールを使ってみるっていうのも一つのそのセカンドオピニオンとしてですね、使ってみるというのも一つのアイデアです。でここで紹介しているのがジーンセット DB っていうデータベースです。でこれ統合 TB にもですね解説作ってまして、エンリッチメント解析をやりますよなんていうのもあります。なので、このジーンセット DB に同じようにしてですね突っ込んでいただいて解析をしていただくのが今までだったんですけど、
実はごく最近このジーントレイル2っていうのが統合 TV に収載されまして、こちらもですねなかなか気の利いたエンリッチメント解析ツールになっておりまして、この辺を使ってみるというのも一つの手です。であともう一つは、メタスケープっていうデータベースも出てきておりまして、これ今目下ですね統合 TV 作成しておりますので、これ近日中に使い方の動画ができると思いますけれども、ウェブツール自体は普通にすぐに使えるようになっております。なのでちょっといずれかこのジーンセット DB、まあ、もちろんデイビッドでやっていただいても構わないですし、ジーンセット DB あるいはジーントレイル2、メタスケープ、まあ、この4つぐらいが今のところちょっとおすすめしているところなんですけど、まあ、この4つを使ってですねそれぞれ返ってくる答えが微妙に違うんですけど、じゃあどういうふうにそれぞれ解釈すれば何かこの健常者とアルコール性肝炎の患者のサンプルの肝臓のサンプルの違いがどういうところに影響しているのか、アルコールによるダメージがどういうところにあるのかなっていうところを考察できるんじゃないかなというふうに思います。でこのデータっていうのはもうすでに論文が出ていてですね、こういう2013年にペーパーが出ております。で結局なんかこう結論としてはですね、なんか TNF スーパーファミリーのレセプターがアルコール性肝炎のなんか治療標的に使えるんじゃないかみたいな、そういうオチになっているわけですけれども、本当にそうかという疑いの目で見るわけです。で実際にこの著者がですね見逃しているかもしれない何か着眼点とか、あとは意外に彼らはこの TNF スーパーファミリーレセプターのもしかしたらずっと研究をしてたのでこの辺をずっと見てたのかもしれないですけど、意外に皆さんのご専門とかご自身のご興味でこのデータを見たときに意外に違う見え方をするわけです。これは本当に一人一人データの見え方って違うので、皆さんのバックグラウンドでこのデータを見たときに、いやいや TNF スーパーファミリーよりもなんかこちらの反応の方が面白そうだぞなんていうのも結構実はあるケースってたくさんあるんですね。なのでなんかこれ再利用したらなんか論文1本ぐらい書けるんじゃないかみたいな、でさらに、まあ、自分の例えば肝臓の研究されてるとかアルコール性肝炎の研究してる方だったら、まあ、こういうパブリックなデータとご自身の、研究テーマと一緒にして何か新たにものを言うとか仮説を考えてみるとかっていうようなことをできるのが、公共データを使うところの大きなメリットの一つです。なので今回結構つまみ食い的にですね、通り一遍のやり方をやりました。で皆さんすでにできるようになっているんじゃないかなというふうに思います。でまあここにも書きましたけど、まあ、ある程度道具を知らないとちょっといか、ね、何をしていいか分かんないっていうところだったと思うんですけど、ある程度道具が分かりましたよね皆さんね、今回来ていただいたおかげで。で道具が分かって使い方が分かるんならば、あとはもうあれなんですよ、ご自身の情報分析力と想像力との勝負って、まあ何ですかね、よく簡単な言葉で言うとセンスとかっていう感じになっちゃうかもしれないですけど、ご自身のセンスでですね、あとはやっていくのみというところなんです。なのでぜひまあ今回パブリックなデータとか当たり障りのないデータを使ったんですけど、やはりこの解析のモチベーションというのはやっぱご自身の興味関心ですよね、のあるところの、まあ、ご自身のデータだったり自分の分野に近いところのデータだったりするので、まあそういうのをですねぜひどんどん今回のを足がかりに生物学的解釈をしていただければなというふうに思います。まさにあとはもう実践あるのみということなので、いくつかやってみてください。であと時間としては6分ぐらいあるので、まあちょっとざーっとやってみてください。僕もちょっと適当に前でやりますけれども、ちょっと宣伝があったら、このジーントレイル2の何がいいかっていうとですね、これなかなか気が利いてて、今まで他の3つのサービスはですね、リストを自分で作んなきゃいけなかったんですけど、ジーントレイル2はなんとこの GSE の ID を入れるだけで全部データセットを取ってきてくれるっ
ていう、なんとそんなことができるのかっていう、こんな感じでですね、 GSE のファイル、あるいは GDS っていうのはこの GSE の中身のファイルなんですけど、4つぐらいこうリストを作るとかテキストでコピペするっていうのはもちろんこれあるんですけど、それ以外にこういう GSE の ID だけ入れれば、でちょっと時間はもちろんかかるんですけど、そうするとほらすごいんですよ、こうやって全部検索してですね取ってきてくれるんですよ。でサンプルのグループに、サンプルですよね、これアルコール肝炎のやつをこうやって選んでやって Add to Sample で残りをコントロールリファレンスですとかってこうやるだけで、これでですねやってくれるんですよ。生データを GO から落としてくる必要すらないという、そういう時代なんですね今ね。で結構さらに気が利いてるのは、なんかこう統計解析手法もご自身の好きな T 検定とかあれだけじゃなくて、もういろいろな観点からこんな感じでできますので、それに沿った形でできますので、いくつかだからこれも試してみていただいて、ご自身のあれに合ったものを選ぶことができます。で対象にするデータベースもいくつか選べて、もう私は Go だけでいいよって場合は、ここをこうやってパツパツパツってやると Go だけになります。 GeoOntology だけになりますし、いやいや KeggGom みたいよとかリアクトも見たいよとかっていう場合に、まあこんな感じで自分でデータベースを追加したりすることができるの でこれでスタートアナリシスってやるとですね、これちょっと時間かかるんで、ちょっとこれで終わりきらないと思うんですけど、これで待ってるだけでですね、非常に綺麗なビジュアライズで出力されますので、これちょっと今後もしかしたらデイビッドからこちらに置き換わるのかなというような感じもいたしておりますが、ちょっとこういう感じの、まあ見てくれもちょっといいですよね、今風のというか、こういう感じのツールも出てきてますので、ぜひこれも動画がありますので、ぜひ使っていただいてお役立ていただければなというふうに思います。ちょっと返ってこないですかね。あ、でもちろんそのデイビッドの 6.8 って新しい方でも今回のデータやっていただくと、ま、全く同じデータのはずなんですけど、結構マッピングの率とかが上がってるんですね。昔のやつだと 60% ぐらいしか当たってなくて4割ぐらい落ちちゃってたんですけど、 6.8 でさっきの白いのズナのデータをやると80何%ぐらいまでアノテーションされてる率が上がってるので、そういう意味では非常に漏らしが少ないというか漏れがないので、そういう観点でもいいのかなというふうに思いますので、ちょっとその辺時間に収まりきらなかったんで割愛しちゃいましたけども、ぜひお持ち帰りいただいてですね、ラボでもう一回復習があったら試していただければなというふうに思います。